こんにちは、秋総裁です。これうちの会社の前のご神木なんですけど、これ何月だったかな、3月の終わりか4月の頭なんですね。これ全部伐採したんです。今日8月の1日ですけど、これ伐採したんですけどね、やっぱりすごいね。これいくらでもやっぱり葉っぱがこうね、これクスノキですけど、隣がこっちがイチョウ、見事なもんです。どん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 これ葉っぱがね、こう色づきました。これ今からおそらく、調べてみたら1年に一遍落ちるんですね、このクスノキは。ですからおそらく来年の5月頃に、新緑時期にこれすごい落ちるんだろう思うんです。かたやこっちのイチョウはですね、これ毎年11月の後半から12月上旬にかけて、これまたすごい勢いで落ちます。まあ紅葉時期はすごい色づいてゴールデンロードになるんですけど、これ毎朝ですね、毎朝以下日中にかけて一日中葉っぱの落ち葉拾いにですね、時間を要します。ただ思うたのが、切っても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 言っちゃいけないんですが、ご神木ですからね、すごいですね。やっぱり改めて生きておるんだなと思いました。ちなみに前も言いましたが、これ樹齢はですね、もう優に250年を超えております。300年から、350年までいかんよう言われたんですけど、一番おそらく古いのが、今この向こうに見えますけど、これ広島市のですね、指定保存樹に認定されております。これがおそらく一番古いんじゃなかろうかなと、言われております。ちなみに神社とかお寺にはですね、必ずこういう大きな、まあ、ご神木言われる木があるんですけど、これクスノキにしてもイチョウにしても火事を防止するという、燃えにくい、かなり水分含んでおるんですね。ですから炎症を防ぐという意味があるそうです。今日は、久々にこのうちの会社、ここにあるんですけど、目の前にあるこのご神木のご紹介をしました。以上です。